皆さん、おはようございます。クワガタブリーダーのアニアです。新年、明けまして、おめでとうございます。今年もアニアのことをよろしくお願いします。はい、というわけで新年の挨拶はこの辺にしといて、今日の動画なんですけど、2023年の収益の話だったり、YouTube の数字の話っていうのを話していき、さらにね、今年度の抱負を話していこうと思います。まあ、お金のことに興味があったり、まあ、僕のこと興味ある方は、ぜひね、この動画最後まで見ていただけたらいいなって思っております。はい、それでは早速話していきましょう。じゃ、今日もよろしくお願いします。はい。じゃあ早速ね、話していきましょう。まず YouTube の数字の話ですね。僕は2023年に入った時に、とある目標を立てました。まずね、チャンネル登録者数の目標を立てて、2023年は1785名の方に登録してもらえるように頑張るという風な目標を立ててました。で、実際、今年2023年度何名の方にチャンネル登録してもらえたかというと、なんと2071名の方にチャンネル登録していただきました。ありがとうございます。まあ、2071名の方にチャンネル登録してもらえるって、まあ、例えがちょっとパッとしないかもしれないんですけど、後楽園ホール、全席埋まって2階席も人がいる状態になるような人数になっております。いや、2071名は、この数字を見て、あ、なんか僕頑張ってるなって、2023年、あ、結構頑張ったんだなって思いました。で、2023年の、まあ、再生数の目標はですね、174万再生だったのですが、今年度実際は182万再生、再生されました。ありがとうございます。いやー、クワガタのチャンネルでこんなに再生されるっていうのはちょっと僕の中で、まあありがたいなっていう風に思いましたし、まあ今年はね、2月と6月と7月にほぼ毎日、まあ、ショート動画投稿して、そのおかげでなんとかね、目標達成できたのかなって思っております。はい、で次は、まあ収益ですね。まあこれ YouTube の収益の方に、なっております。で、まあ、YouTube の収益は、まあ、何円ってね、細かく言うことはできないので、ざっとで話すんですけど、2022年は、137ドル稼ぎました。正直、2022年は、まあ、6月からの収益だったので、1年じゃないので、まあ、こんぐらいかなっていうふうに思ってまして、じゃあ、2023年は、何ドル稼いだかっていうと、392ドル。稼ぎました。去年の約 2.8 倍の数字になっております。はい。で、大体、まあ、何円ぐらいかっていうと、まあ、ブルマイスターツヤの大型のサイズ、ペアで購入できるような金額になっております。この例えがちょっとわかりやすいかどうか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、そこそこの大金なのかなっていうふうに思っております。次に、皆さんの大好きなお金の話になります。まず、2022年のお話をさせていただきます。まず、2022年は、売上が404,447 円で、支出が455,245 円で、57,98 円の赤字でした。じゃあ、この時に僕過去の動画で喋ってたんですけど、なんか赤字で、まあ来年はね、支出を減らして売上を増やすみたいなことを言ってたんですよ。で、まず、今年度の売上の話する前に、今年度は、ヤフーオークションだったり、イベント出品だったり、SNS での、やり取りでの販売になりました。で、それで、今年は実はヤフオクをあまり使ってなくてですね、売上のほとんどが、まあ、SNS でのやり取りだったり、イベント出品での売上でした。2023年、いくら売上だったかっていうと、528,763 円の売り上げでした。ありがとうございます。無事、目標達成ですね。去年より12万円以上売り上げを上げることができました。で、問題は、皆さん、支出なんですよ。支出に関しては、去年は電気代のことを全く計算に入れてませんでした。なので、今回は電気代込みの計算でして、まあ、基本的な支出っていうのは、禁止代だったり、クワガタ用品代だったり、ゼリー代だったり、マット代だったり、発送するときの梱包代だったりしてます。そういうのをまとめた上での支出は、32,806円でした。まあ、とりあえず、まあ、今の数字だけ見たら、去年の支出より13万円以上の、13万円近く支出を抑えることができました。で、プラス、まあ、電気代。ですよね。電気代は104,687円。そして、クワガタ用品の支出と電気代足すと42万5,495円の
支出になりました。これ計算したら結構、まあ、金額ですよね。で、売上と支出を引くと、103,270円の利益になりました。去年は5万円の赤字だったのに、今年は10万円利益を出すことができました。本当に皆さん、ありがとうございます。はい。まあ僕基本生態を買わないので、今年なんか増種したかって言われたら、あ、ギラバノコギリぐらいですか？歩き出すぐらい？別に高い虫増種してないので、このような資質だったのかなって思っております。はい。それじゃあ、エンディング行きましょう。はい。エンディングです。まあ今回、いろいろ数字を調べて、見てたんですけど、意外と、なんか2023年俺頑張ってたなっていう印象を受けました。なんかなんか数字もちゃんと残してたし、正直今期売り上げあんま高くないかなと思ったんですよ。そしたら、意外にも計算してみたら、まあ、52万円っていう高額な金額で、去年以降は、ギャフオクがメインでの売り上げだったんですが、まあ、今年度はね、まあ、SNS でのやり取りだったり、イベント出品での売り上げっていうのが、まあ、メインだったのかなっていうふうな、いう感じでした。やっぱり、それも、まあ、僕がね、この YouTube 活動を続けて知名度が上がったからなのかなっていうのはちょっと感じします。まあ、ありがたいことにサインもね、書かせてもらえる機会が増えたので、いや、本当にありがたいなって思っております。で、2024年の目標なんですけど、まあ、YouTube の方では、まあ、さっき細かく再生数174再生以上増やす、チャンネル登録数1785名以上の方に登録してもらえるみたいな、みたいなこと言ってたんですけど、今年度はね、もう、とにかく YouTube の動画投稿頻度を増やさなきゃダメかなって思ってます。それをしないと、再生数だったり、チャンネル登録者数だったり、収益っていうのも、結局数増えないので、もうまとめて YouTube もちょっと併用して頑張るよっていうのと、で、さらにね、配信の頻度もね、増やしていこうかなって思ってます。まあ、今年度は、フリードルーム見ても、間違いなく去年よりも数抱えていますので、まあ、細かい、撮影しない作業とかは、ほぼ配信をして、まあ、皆さんとね、雑談しながら、交流しながらね、ある意味営業しながら、やっていこうかなと、みんなとね、交流できる回数を増やしていきたいなって思っております。で、クワガタの方はですね、まあ、やっぱり、タランドゥスが好きなので、まあ、前レコード、オス 91.3 ミリ、メス 59.1 ミリを、さらに超えるね、大型の個体出して、アベレージとか上げていくっていう風にね、やっていこうかなって思ってます。まあ、それもやりつつですけど、まあ、支出もね、抑えつつ、まあ、売り上げを上げるっていう風に、僕の目標に向けて、どんどんやっていこうかなって思ってます。はい。まあ、こんな感じですかね。早口で、ずらずらと、まあ、僕の言いたいことを、もう話したわけですけど、まあ、とにかくやるしかないですよね。すべてにおいて。もう、他の人よりもやるぞっていう、まあ、自分に負ける云々もそうなんですけど、とにかく他の人に負けちゃいけないなっていうぐらい、僕はやなきゃダメかなって思ってます。はい。今年は2024年はちょっと去年も歯を食いしばるって言ったんですけど、今年もね、まあ去年以上に歯を食いしばってね、やっていこうかなって思ってます。多分僕の性格上、去年はね、まあ結果出したから今年はちょっと手抜いていいかなみたいな感じで思いがちなんですけど、今年もちょっとね、去年で満足するのはバカ野郎っていうね、自分のケツに、まあ鞭叩いてね、やっていこうかなって思っております。今年の目標は自分に鞭を打つという感じにしていこうかなって思っております。はい。じゃあ以上、2023年に稼いだ収益のお話だったり、まあ、YouTube のお話、今年度の抱負でした。じゃあね、皆さん、オープニングでも言ったんですけど、まあ、今年もね、このアニメをよろしくお願いします。僕はもう皆さんにね、もう本当に恥かかせないように活動していこうかなって思っております。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。